米国の製薬会社ジョンソン・エンド・ジョンソンは、新型コロナウイルス感染症のワクチン開発のための最後の段階であるフェーズ3の臨床試験に突入する。試験結果によって早ければ来年初めにワクチンの生産が可能となるのではと期待されている。ジョンソン・エンド・ジョンソンは20日、米国の経済メディア CNBC に来月から臨床フェーズ3に入る予定だと明らかにした。フェーズ3は薬品の安全性と効能を最終点検する段階である。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、米国を含めた全世界180の地域から18歳以上の健康な成人6万人を対象に、新型コロナの実験用ワクチンに対する試験を進める。ジョンソン・エンド・ジョンソンの試験規模は、今までフェーズ3に突入した製薬会社の中で最大規模である。